じゃんじゃかじゃーん、はーい、絶好調なアラッキーです。今私ね、福岡県豊前市に来てございます。でね、今回皆様にご紹介させていただこうと思っております。はい、こちら後ろにある建物でございますけども、ここね、なんとお醤油屋さんなんでございますよ。でね、この建物今ね、全体的な外観を皆様に見ていただいたと思いますけども、すっごい歴史を感じるでしょう。実はこちらね、もう150年を過ぎたと。ねえ、すごい歴史のあるね、お醤油屋さんでもございます。でね、店名が裏の醤油貯蔵元。そう、もうこちらでね、お醤油も作っておりますと。ね、で、さらにね、なんと皆様のね、大好きなデザートが、ね、いただけるそうでございます。でね、デザートもね、なんかいろんな種類、あ、まずの外観こちらにね、はい、書いておりますけども、これね、あのね、お味噌汁をね、使った定食なんかもこう限定でね、いただけるとね。そしてまたさらにね、ちょっと下に出ていただけますか、この甘酒を使ったね、はい、ドリンクなんかもね、いただけるそうでございますので、ね、ではちょっとまず先にね、ちょっと店内皆さんもじっくりと見ていただこうかなと思いますので、今から店内に入っていきますね。はい。はい、では早速ね、裏の醤油貯蔵元にね、入っていきます。なんとこちら建物ね、登録有形文化財にもね、指定されている、本当にね、歴史と由緒正しい、はい、お店になってございます。はい、では早速中にね、入っていきますとね、まずね、はい、店内に入ってこう左側を見ていただきます。こちらに、はい、こちらね、裏の醤油のね、はい、お醤油などがね、はい、ずらりと並べられておりまして、販売されてございます。ちょっとね、行ってみていきましょうかね。醤油、だし醤油とかね、おでんの素なんかもね、はい、販売されておりますね。はい、じゃあこちらもずらーっと行きましょうか、そしてね、なんといってもこちらね、このね、甘酒シリーズがね、はい、美味しいと有名なんですよ。この虹色甘酒と言いましたね、またね、このいろんなこの味を変えたね、たくさんのこう種類をね、用意してくださっておりますので、ね、いろんなこのね、味覚を楽しむことができますと。はい、でさらにね、この下の方に行くと、このドレッシングなんかもね、はい、取り扱ってございます。手作りの柚子ドレッシングから、まあ、麹を使ったドレッシング、それにかね、からし、椎茸などなどとね、はい、ございますね。え、めちゃめちゃね、どれもこれも美味しそうな。あ、でちょっと見てよ、ほら、麹の力味噌ね、これもまたね、美味しそうな。下にはこの麹などもね、はい、取り扱ってございます。いやー、いいですね。でね、はい、向かって、はい、こちらにね、はい、イートインスペースとテーブル席、そしてカウンター席がね、はい、ございます。まあでも本当ね、ゆったりとした時間が過ごせる、ね、素敵な空間になってございますね。あ、でちょっと建物のちょっと上見てくださいよ、ほら、この羽の太さね、そしてこの歴史を感じるこの木の色合いなんかもね、同時にこう楽しみながらね、はい、こちらでね、ちょっとした癒しと優雅な時間をね、お過ごしいただければと思います。では早速ね、ちょっと席の方に着きたいかなと思います。はい、ではね、この裏の醤油製造元のね、はい、デザートでございます。
すっごいね、この美味しそうなね、メニューがたくさんございますが、ちょっと今回ね、ずっと下に行きまして、こちらね、甘酒スムージーをね、今回ちょっと皆様にね、ご紹介させていただこうかなと思います。甘酒といえばね、飲む点滴、飲む美容液とも言われね、麹の甘酒、これビタミンとかアミノ酸、そしてまたブドウ糖などがね、豊富に含まれております。要はね、酵素がたっぷりなんですよ。なので、まあ、疲労回復、腸内環境とかね、まあ、お肌が弱ったな、髪の毛が最近弱ったなっていう方はね、ぜひぜひこちら甘酒スムージーを飲んでね、元気になっていただければと思います。はいはい、ということでね、今席に着きましたけどもね、あのね、なんかこうガこのね、なんかこう机、そしてこの椅子をなんかイメージさせるような可愛らしいテーブル席で、それね、先ほども見ていただいたと思いますけど、ほら、こちらも完全にこれ学校の机ですというね、学生の頃を思い出しますよね。いやいやいや、本当ね、めちゃめちゃこのリラックスできる、本当に落ち着けるね、空間でもございます。ああ、ということで、ちょっと注文しようかな。すいません。甘酒スムージー一つお願いいたします。甘酒スムージーはいちごかな、色合いは。はい、ではいちごお願いします。はい、どうもありがとうございます。はい、ということで、ね、今ね、甘酒スムージーのいちごを注文いたしましたので、ね、食レポしたいと思います。いやはい、甘酒のね、このスムージーが今届きました。見てください、めちゃくちゃうまそう。いや、これうまいでしょう。はい、ではね、これよりいただきたいと思います。はい、ではね、早速甘酒スムージーいただきたいと思います。めちゃうまい。甘酒の中にこのいちごのね、今回お前いちごを注文したんですけどもね、いちごのね、酸味とね、この甘さが程よくこのね甘酒に絡んで、めちゃうまい。これうまいな。あうま、これめっちゃうまい、おすすめですよ。これおいしい、ぜひ飲んでいただきたいな。甘酒もおいしいんですけど、こうやってね、またスムージーでね、いただく甘酒もね、おいしいです。うまい。はい、ちょっとね、蓋を開けてね、どのような感じかちょっと見てください。このようなね、甘さがね、めっちゃ優しいからね、ほっかりします、これ。飲んでみたいでしょう。ぜひぜひこちらにね、足運んでこれね、飲んでください。でね、まだほら醤油とかね、このお味噌なんかもあるので、こちらもね、めっちゃ美味しいと思いますのでね。え、いや、なんかお肌ツルツルしてない？ん？音もピカピカしてないみたいなんで、そんなすぐ聞くかいっていうのね。店内はね、ジャズを流しておりますよ。これがね、またね、心地のいい音量で流してくれておりますので、またこれまたリラックス効果ございますね。
やこの店内のねこの明かりの感じもすごい素敵ですけども、まだねこの木造りでしょ、この木の雰囲気もね、ほんとにねほっこりします。おいしい、全部いただきました。ごちそうさまでした。美味しかったでございますよ。いや、マジで。でも面白いな、この麹でね、スムージーっていうね、デザートとしてね、甘酒をいただくというね。いやめちゃめちゃ甘い。ということでね、からね、お金を支払ってお店の外に出たいと思います。はい、はい、今ねお支払いを済ませてね、はい、外のね席に今腰掛けているんですけどもね、いやマジめちゃくちゃ美味しかったな、生甘酒のこのスムージーね、飲んだことないでしょう、食べたことないでしょう、このね、まあ、今回私ねいちごをね注文したんですけどもね、いやいや改めてこの酸味とねこのね優しい甘さがこんな麹でよく甘酒に絡み合ってマジで美味しかった、すっごい胃袋も癒されました、もう肌もうピチピチ、私もどうしますかということでね、はい、ちょっともう一度ねこちら店舗を見ていただけますか、これ本当ね結構なね、はい、大きさがございますよ。ね、でね、駐車場が10メーター先、左に曲がったところにね、ありますという、はい、案内掲示板ございます。なので、ちゃんと駐車場もね、ございますので、はい、ということでね、福岡県豊前市にございますね、裏の醤油貯蔵元ね、今回皆様にご紹介させていただきましたということで、最後までご視聴していただきありがとうございます。はい、ではね、絶好調の荒木からでした。では皆さんまたね、めっちゃうまいですから。